やっぱおかしいぜ、この世界は。今さら何言ってんのよ。レンがあんなわけのわからん姿になって、なんだあの格好。その上ユウにこと書いて、マスク・ザ・ダークだぞ。闇をかける騎士だぞ。確かにあの肩パッドは張りすぎね。トイレとか入れないんじゃないかしら。そういうことじゃねえ。ジャマーに取り憑かれたとは単純に言い切れないわね。ああ、今まで倒されたジャマーとは雰囲気が違ってた。あれは相当歪んでる。まあ一番でかい歪みはどう考えても仙道だが、レンの立ち位置もだいぶ謎だな。謎といえば見たことのないあのカード。カード？ほら、シュカって子が召喚するのにちっとも発動しないあれ。マジェスティロードブラスターとか言ったな。知ってる？知らねえな。役に立たないわね。あ、なんだと？何か重要な意味がある気がする。肩パッドも。だから謎が謎を呼ぶ。全く先が読めないわ。だとしても元の世界に帰るためならやるしかねえんだろ。その通りね。星空を隠した見つけてと誰かがささやく。いつもと違う目覚めの時、世界が始まる音を聞いた。灯台の足音に紛れたほころびのかけら探してみよう。過去今未来地図広げて飛び込め不思議の向こう。ここからだそう僕らはまだ in a new life journey as a slime on the stage of Vi Schwartz. That time I got reincarnated as a slime. Trial Deck Plus and Booster Pack coming soon. Bushiroad. ジャングルジム。もうエミちゃん子供なんだから。違うの、これ私が中学生になった頃に亡くなっちゃったんだよ。危ないからって。時代の流れってやつね。ということは小学生の頃か。懐かしいな、私も若かった。ブーザマね、トップアイドルの身のこなしを学びなさい。うるせえ。それよりあなた大丈夫？あ、メガネ、メガネ。お、まさか。あの、こちらこそごめんなさい。お怪我ありませんか？平気よ、気にしないで。お前が答えんな。よかった、ごめんなさい。私、おっちょこちょいで、すみませんでした。あの子、相当ドジね。右に曲がったとこです。ありがとうございます。気をつけてね。早速出やがったな、お前ら。お化けみたいに言わないで。ふん、だがさっきの女が今回の歪みだってことには気づかなかったようだな。
あいつは徳良美咲、仙道と一緒にいたやつだ。え、あいつとも。ああ、なるほど、思い出したわ。ああ、徳良美咲っつったら無愛想でやたらスカート長くしてナイフみてえに尖ってはヨーヨーで戦う権力の手先っぽいやつのはずだ。それがあんなガリ弁風になってんだから、どう考えても歪みだろう。そのようね、ジャマーの可能性は高いわ。ちょっと私たち置いてかないでよ。あのお姉さん、私たちに図書館の場所を尋ねたんです。毎日通ってるのに道が覚えられないって。変なの。図書館ね。よし、追いかけるぞ。どう、シュカちゃん。どっかにジャマーの印はねえか。うん、ここからじゃよく見えないな。あのお姉さんがジャマー？え？だってずっとお勉強してるだけだよ。エミちゃん、相手はジャマーだよ。裏にどんな本性を隠してるか分かったもんじゃないよ。そうだよね。行くよ。あ、待て。お姉さん。あら、さっきのどうかしたの？あの、さっきから一生懸命勉強してて偉いと思います。そうじゃないでしょ。正体を表しなさい、ジャマー。エミちゃん、変身。あの子たちこんなところで。やめろバカ。図書館では静かに。ごめんなさい。行くよ、エミちゃん。カードの妖精シュカ、魔法少女。気をつけて。こんなとこで変身すんな。何やってんの。あなたもこの子たちのお知り合いかしら。はい、まあ。ジャマー、改めて正体を表しなさい。何を言ってるの。お二人はさっき私とぶつかった。とぼけるのもいい加減にすることね。あなたがジャマ、この世界の歪みだってことは分かってるのよ。そんなこと言われても本当に何のことか。おい、なんか今までのジャマーっぽくないぞ。そうですね。だから本当にジャマーか確かめなきゃ。あの、いきなり私のことジャマジャマってどういうことですか。私勉強しなくちゃいけないんです。皆さんこそ邪魔しないでください。邪魔じゃなくてジャマー。私一生懸命勉強してお店をもっと大きくしなくちゃいけないんです。それってキャピタルのことだよな。はい、私を育ててくれたおじさんがやっているお店、今よりもっと立派なお店にして何店舗も出して、ゆくゆくはフランチャイズで全国展開して一生食うに困らないようにしてあげるんです。ですから。おお、つまり世の中にもっとカードファイトを広めたいってことだな。いいんじゃね、これはこれで。簡単に説得されてるんじゃないわよ。この世界でカードファイトのことをまともに考えてるやつは貴重だぞ。あの、もう行っていいですか。勉強の続きがしたいんです。なんか今までのエキセントリックな雰囲気とはまるで違う。どういうことだろう、シュカちゃん。今度は騒ぐんじゃねえぞ。分かってるわよ。1582年本能寺の変、いちごパンツの信長さん本能寺で没す。お手洗いかな。歴史の年号を暗記してるみたいだな。やはりおかしい。あいつが暗記なんかに苦労するはずがない。アイデテックイメージの持ち主だったはずだからな。アイデテックイメージ。見たり聞いたり経験したことを全部覚えておける驚異的な記憶力ね。すごい。でもそれがないならやっぱりジャマ。あ、戻ってきた。
いちごパンツの誰だっけ。ダメ、ちっとも覚えられない。おい、もう忘れてるぞ。散歩歩くと全部忘れる感じね。バナナパンツの、あ、ノリスケさん。ダンダーリア。でも頑張らなきゃ。エミちゃん、もうさっさとやっつけようよ。もう少し様子を見させて。今度は数学の参考書を選んでる。とりあえず勉強熱心なのは本当みたいね。ええ、お、カードキャピタルに帰ってくぞ。まだやる気かよ。すごい根性。まあなかなかできることじゃないわね。誰かのためにあんなに頑張れるなんて。今のところ邪魔らしき妙な動きはないわね。ああ、クソ真面目な上司って感じだ。でも人が変わっちゃってるんでしょ。だったらジャマーだよ。だとしても、美咲さんがジャマーだとしても、美咲さんをやっつけちゃっていいのかな。何言ってるの。ジャマーだったら倒さなきゃダメだよ。でもエミちゃんはお兄さんを元に戻したくないの。もちろんアイチに戻ってきてほしいよ。でもこの世界の美咲さんはすごく頑張ってるだけで誰にも迷惑かけてないよ。おじさんに楽させようとあんなに一生懸命。やっつけちゃったらあの努力が無駄になっちゃう。そんなの辛いよ。じゃあエミちゃんはお兄さんがあそこから出てこなくてもう会えなくなっちゃってもいいの。私、シカちゃんの言う通りに今までジャマーをやっつけてきたけど、それでアイチは戻ってくるの。そんな、今まで一緒に戦ってきたじゃない。私決めた。私、美咲さんのことを応援する。あ、おい、エミちゃん、待って。お、ダメージか。ファイトしなければ。私にお手伝いなんてできるかな。うん、きっと何かできることはあるはず。ごめんください。ここがカードキャピタル。本当の歴史でアイチがカードファイトをやってた場所。お邪魔します。あの美咲さんのおじさんですか。そうだよ、店長と呼んでくれ。いない顔だね。美咲ちゃんのお友達かな。あ、私、仙道恵美。恵美ちゃん、そうだ、いいところに来た。よかったらこれ手伝ってくれないかい。デッキケース。コロッケだよ。コロッケ。私、美咲さんのお勉強のお手伝いを。そうそう、美咲ちゃんは今お勉強中だからね。美咲ちゃんは賢くなってこの店を大きくして多店舗展開して、ゆくゆくはフランチャイズにして全国展開しようとしてくれている。そうしてこのコロッケを売りまくって上がりだけで一生食うに困らないで済むように。あのとはいえ、僕だって本当はコロッケじゃなくてカードを売りたいんだ。カードファイトしたい。ひき肉じゃなくてカードを混ぜたい。コロッケの種をこねまくる日はもう嫌だ。でも美咲さんはおじさんのためにお店を大きくするって。それは
嬉しい嬉しいけど、なんでコロッケなんだ。それも資格は、ああ自分の手先の器用さが羨ましい。そんな、さあエミちゃん、そんなところに突っ立ってないで、このひき肉とじゃがいもを四角く丸めて、よくパン粉をまぶすんだよ。心を込めて、コロッケが一枚。こんばんは。あなたエミちゃんっていうのね。みさきさん。私のお勉強を手伝ってくれるの？それとも、シンさんのコロッケ作り？どっちがいい？Fulfill our dreams through our music. Race of Sweden, Trial Deck Plus, and Band Dream Volume 2 Booster Pack. Now on sale. Bushy Road. The three clans. Get their new trump cards. Manifest before me. Chrono Dragon next stage. Vanguard the next stage. Now on sale. Special clan packs too. Bushy Road.結局あいつ帰ってこなかったじゃねえか。もうエミちゃん、決まりね。徳良美咲はやっぱり邪魔。あの子は人質に取られたということよ。エミちゃんが人質に、助けなきゃ。よし、決戦の場はカードキャプテル、腕が鳴るぜ。ミートキャピタルだと？これ以上なく歪んでるわね。あ、いい匂い。うるせえ。何がミートキャピタルだ。ここはカードキャピタルのはずだろうが。大食い対決でもやる？やんねえよ。せっかくカードファイトできると思ったのに。いらっしゃいませ。ミートキャピタル名物、ヴァンガードコロッケはいかがですか？何が名物だ。微妙にデッキっぽく仕上がって、そんなものうまいわけがないだろ。おいしいでしょ。うん、まずは引き分けってことにしといてやる。そんなことより、あんたにはアイデテックイメージがあるはずだ。その力で俺とカードファイトしやがれ。あ、そう言われても、私はただこのミートキャピタルを大きくして、一生食うに困らないようになりたいだけで、カードファイトとか何のことかさっぱり。なんだと？もういいわよ、そのやりとり。いいからエミちゃんを返して。正体を現しなさい、ジャマ。さあ、何のことか。あ、字の文字、やっぱりジャマ。現れたわね、カタパッド仮面。真っ暗な、今度は何ですか？何なんですかその格好、特にそのカタパッド。私も気になる。とぼけるお芝居だけはうまいのだ。褒めてあげよう。でも僕は騙されないよ、ジャマ。脅威の記憶力、アイデテックイメージを発動させないため、ミサキューの記憶を封じ込め、意識を乗っ取ったということ。そこね、エミちゃん。おや、いらっしゃい。すいません、まだ準備中でして。エミちゃん、エミちゃん、しっかりして。ほらほらほら。シカちゃん、ど
ジャマージャマー、やっと正体を現したわね。満月の女神つくよみ、エミちゃん、これを使って。いやー、コロッケもいいよ。しっかりして、エミちゃん。いいか、ガリベンのトクラミサキはジャマーに乗っ取られた偽物なんだ。本当の姿に戻してやりたくないのか。アイチ、シカちゃん、カードを。エミちゃん、これ、今週のファイナルカード、エレメンタルコーリング、リエライ、火天戦人スサノオ、ジャマあれ、私どうしてたんだっけ。何これ、え、何この格好。もしもし、すまんが図書館への道を聞きたいんじゃが。ああ、図書館はこの道をまっすぐ突き当たりを右に曲がって48メートル先の交差点を左に83。覚えられん。じゃあ案内しますよ。おお、お優しいお嬢さんじゃ。こっちです。どうやら元に戻ったようだな。そのようね。本当の美咲さんもやっぱりいい人だった。よかったね、エミちゃん。この歪みでもなかったか。でもこうやって一つ一つ歪みを直していけば、いつか全部正しい歴史に戻ってお兄さんが帰ってくるんだよ。これからも頑張ろうね、エミちゃん。And popular units are coming to Vanguard. Which unit will you want on your side? Let's card fight with Vanguard now. Don't forget to look out for this Bushy Road. New cards featuring popular units are coming to Vanguard. Which unit will you want on your side? Let's card fight with Vanguard now. Don't forget to look out for this Bushy Road.脳内 BPM フルスピードで不完全でも笑わない、未完成でも気にしない、 The sky is the limit, get it, give it go。 奇跡を起こすのは私、孤独は走らず前を見て、油断してもなんてもったいない、挑戦者であれ。ここがどこだかなんて関係ない、傷つけて本物になった絆、色あせずほどかれず軌道に乗せて変幻自在。 Ladies and gentlemen, are you ready? 信じることそれが全て、未来を呼び寄せる鍵さ、運命なんて言葉は、
30秒でわかるカード紹介コーナー。今日紹介するカードはオラクルシンクタンクの破天戦人スサノオ。ライドした時デッキを上から2枚見て好きな方を一番上に置くことができるぞ。さらにもう一つのスキルではデッキの上から2枚を公開して手札に加え、その中にトリガーがあれば効果発動。相手がグレード3以上なら公開して手札に加わるカードが3枚に。このカードで君もライド・ザ・ヴァンガード。しかし徳良美咲があんな風になってるとは思わなかったな。しかもあのミニの制服。あなたにもお似合いの制服があるじゃない。かわいいかわいいメイド服。おめえの制服も無理が。さて来週は海の男大文字豪輝の登場よ。豪輝の心を苛むのは年下の少年カムイが見せる無垢な笑顔。カードファイトの狭間で揺れ動く二人の禁断の恋の行方は。って何これどういうこと。朝からスリリングすぎるわ。